新年明けましておめでとうございます。キレ痩せダイエット YouTuber の佐藤澄香です。2022年元旦、皆様いかがお過ごしでしょうか。私がいるここ九州の大分県はもう雲一つない晴天からもうすがすがしい新年スタートしたんですね。もうそれだけで、ね、今年一年もう素晴らしい一年だなってもう感動しました。私は元旦ですね、家族揃って恵方でもある、まあ、大きな神社があるんです。浅見神社というね神社に初詣行ってまいりまして、まあ、平和と健康と幸せね祈ってまいりました。その後ですね、一人娘いるんですけれども、娘のリクエストで私のこのサロンの隣にあるホットサンドのカフェでですね、みんなでランチしたんですね。こんな風に私も外でパンだったりケーキだったり食べることがあります。過去私はもう辛いね体調不良であったり、まあ、どんどん体重が増えて、まあ、体型が変化したことによってもう本当に自分にね自信をなくしてしまった時期があったんですね。なので過去の私と同じように、例えばあなたが辛い体調不良、例えば頭痛とか生理痛ですね、あとはもう鬱でこうマインドがやられていたりとか、もしくはアトピーとか花粉症とかそういったアレルギーの症状をお持ちの方、またはもうどんどん体重が増えてしまって体型がもう昔と全然違うって、人に見られたくないっていう方ですね、いずれにしてもいかがですか。ご自分に自信をなくしてしまっていませんか。そんな方々を腸活を通じて心も体もね健康になっていただいて、もう本来のもうキラッキラしたご自分を取り戻していただきたいなと思います。そのために必要なことをこの YouTube チャンネルで私は今後もどんどん発信してまいりますので、お楽しみに。また私自身ももうどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思っています。そして最後に、いつも温かいコメントや応援いただきまして本当にありがとうございます。もうとっても励みになっています。それでは笑顔あふれる素晴らしい一年になりますように、これからも応援しております。そして次回の動画でまたお会いしましょう。